皆さんこんにちは。サリーの星読みルームへようこそ。はい、今日の星読みは3月10日日曜日18時1分魚座新月の星読みをしていきたいと思います。ただこの3月10日の2日前、3月8日と3月9日においてもちょっとねメッセージ性がとても強そうな星の配置だったので、まずこちらの解説から入っていきたいと思います。で、もし、新月の星読みだけでいいざますっていう方は、概要欄にタイムスタンプが設置しておりますので、そちらの方をご活用ください。あと、チャンネル登録をね、まだしていない方は、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。もう、チャンネル登録者数が増えたら、サリーさん泣いて喜びますので、よろしくお願いいたします。はい。まず、3月8日の金曜日ですね。こちら、正午のお昼の12時。で、サビアンシンボルの方を出しているんですけれども、こちらメインではないので、要所要所、まとめてどんな日なのかというところをお話しさせていただきたいと思います。月と火星と木星、この3天体の配置から、どうもね、今日この日、金曜日、お仕事に関して何かトラブルが起きてくるかもしれない星回りになっているんですよ。実際に、例えば、人にね、何かを指導していくとか、そういう教育係、そういうシーンに身を置かれている場合は、なんかね、めちゃくちゃ細かく最終チェックをすること、で、もちろんそういうシーン、教育とか、なんか新人教育とかそういうのしておりませんっていう方も、お仕事面でこの日はね、ちょっと気を抜かずにやり残しはないか、なんか間違っていることはないかっていうね、こう隅々までチェックしていくことがいいかなっていう配置なんですね。実際にこのトラブルが起きてくるっていうサビアンシンボルとかそういうんじゃないんだけど、そうじゃなくってトラブルを解決していくそう、解決していく星回りになっているので、そのエネルギー浴びたならさ、やっぱりトラブルが起こらないと解決するも何もないじゃないですか。ちょっとそういうところを読んだ上で、もしかしたら今日は何かお仕事面でトラブルが起こるかもしれないよっていう、そういう星回りになっております。そしてその翌日ですね、3月9日の土曜日。この日はですね、魚座のエネルギーがかなりパワフルになってきております。太陽、月、水星、海洋星が魚座に揃っています。水星と海洋星が、この魚座27度という位置関係でね、完全一致する、日なんですよ。海洋星はずっとこの度数に留まってはいるんだけれども、水星って結構ね、動きが早いんだけど、この日はもうバチコンと完全一致する日なんですね。で、この魚座のサビアンシンボルが、満月の下の肥沃な庭というもので、宇宙の創造の力がマックスになっていくっていうものなんですよ。ちょっとすごく抽象的な表現なんだけれども、これお産で、出産で考えるとすごくわかりやすいんですよ。お腹の中でもうさ、十分に育った、もうあと少しでこの世界に誕生するっていうさ、臨月、もうその極限の時だっていう感じなんですね。その状態の、このさ、臨月のお母さんの状態ってさ、もうさ、ここまで育って、あと産むだけだ、もうめちゃくちゃ幸せだし、愛に包まれてるわけじゃないですか。そんな愛の力、創造の力、これから赤ちゃんを生み出す創造じゃないですか。人間一人を生み出すっていうのはすごくミラクルでしょ？それっていうのはめちゃくちゃ愛の結晶なわけで、もう本当に愛の力、創造の力がマックスの日になるよっていうね、そんな日になっているんですよ。で、この日はね、そういう愛の力、愛のエネルギーが満ち溢れているので、皆さんが、あー今幸せだなーってね、思うシーンがあるならば、というかな、皆さんの幸せをね、見返りとかを考えずに、人や物や動物、あらゆるものに対して、その幸せをね、お裾分けしてみてください。お外で過ごしているさ、猫ちゃんがさ、にゃー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 泣いていたらさ、ちょっとさ、チュール買ってさ、与えてみるとかさ、ね、そういうことをしていただくと、もうなんか、ね、それこそその、本当に愛の力、無償の愛を捧げるっていうのはすごく愛の力には見えているので、ぜひぜひこの
愛の力をちょっと活かしていただけるといい、そんな日なんですね。で、ここがそうやって人に対して見返りを求めずに愛を与えていくっていうのが、この9日の太陽のサビアンエネルギーの意図でもあるんですね。はい、そしてですね、はい、こんなね、愛のエネルギーを引っ提げて本題に入っていきます。3月10日18時ですね、18時1分、魚座新月の星読みに入っていきたいと思います。太陽と月は共に新月なので同じ位置ですね。魚座 20度、6ハウスに滞在しております。こちらのサビアンシンボルは、小さな白い羊と子供と中国人の召使いというものになっておりまして、これはね、三位一体をね、表されていて、白い羊っていうのは、この自分の肉体で、子供は私自身、もちろん皆さん私の自我とかさ、そういうところ、自分の意識するところ、うん。そして中国の召使いっていうのは、これは皆さんの、魂とかさ、ハイヤーセルフとかさ、あと、中にはやっぱりなんか守護されている天使をすごく信じていらっしゃる方、友人様を信じていらっしゃる方、いろいろいると思うんですけども、そのスピリットガイド、ここを表しているんですね。要は、自己統合させて、私、僕を、守る、守護する存在とともに、自分の力、才能を使っていこうよっていう、そういう意味合いになっております。で、ブックハウスで起きてくるので、やっぱり皆さんのお仕事であったりといった場面でのメッセージ性が強いのかなというふうに感じております。なぜなら、この太陽と月に対して、木星と天王星が調和のエネルギーを注いできているんですね。木星は牡牛座12度に滞在しておりまして、このサビアンエネルギーが働くことの喜びを持ち、実際コツコツ目標のために頑張っていくという意味合いになっております。で、天王星牡牛座19度、このサビアンエネルギーが心で感じるメッセージを受け取っていくという意味になっております。やっぱり仕事なんですよね。そう。仕事において、この仕事をしていると、すごく楽しいとかね、幸せとか、やりがいがあるなーっていう、こんなポジティブな感覚でいるときって、なんか自分的なんだかんだ言っても、なんか見えないものに導かれてるなーとかさ、やっぱり前日からの愛の創造のエネルギーを引き継いでいる感じはすごくあるんですね。なので、お仕事で、いろんなね、お仕事されていると思うんですけれども、その仕事において、三位一体になって、めちゃくちゃ頑張っていく。要はそんな感じ。要は、いやいやお仕事をして頑張るっていうよりかは、もう、もちろんお仕事ってお金を稼ぐためにやるものだけれども、でも、そういう中でも、お仕事してお金を得て、なんか、これ欲しいなぁ、みたいなさ、そういう思いで働いてる方もいっぱいいらっしゃると思うんですね。そこに向けて、自己統合した自分だけの力じゃなくって、ちゃんと、肉体、そしてスピリット、守護している存在と一緒になって、こうやってお仕事を頑張っていくんだっていう、そういう結構力強いエネルギーが入ってきております。で、前日9日のところでもちょっとお話しした、太陽、月、水星、海王星が魚座にいるとお話ししたんですけれども、この魚座新月ですね、一足先に水星がお羊座に移動しちゃうんですよ。早いんですよ、水星、本当に。で、水星は、この日はお羊座0度に滞在しておりまして、こちらのサビアンエネルギーが始まりのサイクルに立つというものなので、その魚座の愛の世界、まだ生まれる現実創造の一歩手前、出産手前だけど、例えば皆さんのアイデアや企画なんかがこうインスピレーションで降りてくるかもしれない、始まりのサイクルなので、もしかしたら実際転職などをねされる、この近辺にされる方、あとは転職を考えるっていう方がいらっしゃるかなっていう、そういう流れになっているんですね。で、ここで水星に対して冥王星が水瓶座1度にいてエールを送ってくるんですよ。冥王星は水瓶座1度で、このサビアエネルギーが既存の概念や思い込みを打ち砕くという意味になっております。もしかしたら皆さんの中で今自分の思い描くビジョンっていうのは、今までの自分だったら絶対に足を踏み入れない領域だったりするかもしれない。今までやったことのない業種だったり、あとは新しい職場ね、そういうところかもしれない。
でも大丈夫なんです。皆さんちゃんと守護するスピリットたちがいるので、ここは本当に、もちろん新しいところに行くときっていうのは恐怖心、なんか怖いな、失敗したら嫌だなっていう思いはもちろん湧き上がってくるんですけれども、なぜなぜ冥王星とかこう天体がね、応援しているので、もしこういうシーンに、いらっしゃる方がいらっしゃるんであれば、果敢に挑戦して OK です。はい。なぜなら、今日この日調のね、土星が魚座11度に移動してきておりまして、この土星は魚座11度滞在して、このサビアンエネルギーが覚悟を持ち、ひたむきにやるという意味を持っているんですね。ここが木星に対してエールを送っているので、さっきも説明したように木星は働くことの喜び、もう星は全力で、この皆さんの仕事を、もしくは仕事されてないっていう方、何かの取り組みをされている方とかですね、もう、皆さんが今降りているそのアイデアは、もう全力でゴーサインが出ております。なので、ここでやらないとめちゃくちゃもったいない。そんな星回りです。そして、この太陽、月、木星、土星、天王星に対して、ドラゴンテールがアドバイスですね。ドラゴンテールは天秤座15度に滞在しております。こちらのサビアンエネルギーが休み、自分と向き合うという意味になっております。前回の伊手座の加減の時の星読みでもお話ししたんですけれども、5月までは自分と向き合いなさいって、もうずっと一貫してメッセージを送ってきているので、もちろん全体的には愛のエネルギー、ポジティブなエネルギーが渦巻いてはいるけれども、だからといって現実すべてがね、自分の心すべてがポジティブになるかといったらそうじゃないじゃないですか。愛のエネルギーが渦巻いてるからめちゃくちゃいいことしか起こりませんっていう、そんなことないんですよ、この地球っていうのは。そのエネルギーの中でも皆さんにとっての必要な現実っていうものが確実に起きてきているので、中にはポジティブじゃなくってネガティブな体験をする方もいらっしゃる。それはもうしょうがない。いくらこうスピリチュアルをさ学んでさ、いいエネルギー、ポジティブなエネルギーになりましょうって言ったとって、そのポジティブなエネルギーだけを感じていればいいことしか起こらないよっていうのは嘘です。いろんな現実起きてきます。ここは本当に現実をちゃんと、見ていただけるといいと思います。もう皆さんの中で仕事やね、取り組みなどでね、自信をなくしたとか、なんかわかんないけどめっちゃ先に進むのが不安だとか、そんな心が湧き上がってきたら、丁寧に自分とこの時期5月までは自分と向き合ってほしいんですよ。これ、うちのチャンネルのね、コメントの方使っていいので、私に僕のこんなところがこうなったら怖いって思ってますって、書いてみてください。私がコメント返します。全力で応援します。励まします。もちろんね、コメント欄、そういうのを使うの、自分の気持ち出すの嫌だっていう方は、自分で、ノートに書くとすごくいいと思うんですね。こんな失敗するシーンを妄想して不安になった。じゃあ、なんで、そうやって失敗すると思ったんだろうっていうね、その不安な心を丁寧に自分とね、対話するんですよ。なんで不安に思ったのって。なんでだろうって、自分に対して、クエスチョンをね、投げかけてあげて、そこの答えを一生懸命皆さんが考えていく。そのことで自分の本心っていうものが徐々に見えてくるはずなので、ぜひ本当に5月まで自分と向き合うことっていうのは進めていただくと本当にいいと思います。もちろんね、先に進むのが、新しい世界に行くのがめちゃくちゃ怖かったら、ちょっとね、進むのをやめてみるってね。自分が自分に対して本当に細かく心の声を聞いてあげること。本当にここすごく重要なので、これね、天体はね、ドラゴンテールは5月中旬まで必須課題でね、宿題出しているけれども、でも本当はこれ5月以降も引き続きちゃんと自分の心と向き合いながら現実を想像していくっていうところは取り組んだ方が絶対にいいことでもあります。はい。あとは、金星と火星はまだ、相変わらずね、水瓶座内で仲良く滞在しているんですよ。今、本当に仲良し。ずっとここに一緒にいる。金星は水瓶座28度。こちらのサビアンエネルギーが、自立した人として新しい世界へ羽を広げていくという意味になっております。火星は水瓶座20度。こちらのサビアンエネルギーが、ストイックに義務を優先するという意味になっております。で、この9
金星と火星に対して木星と天王星でね、90度の葛藤の位置関係になっているんですよ。ああ、この仕事をするように私、僕は導かれているかもしれない、みたいな、そんな、ウキウキワクワクした始まりのエネルギーが渦巻く中で、やっぱり、そうは言うても、今この瞬間、やるべきことあるよね。愛の世界も素敵だけど、今ここでやんなきゃいけないことちゃんとこなして自立しなよ。で少々カツを、はい、入れてきております。あれかしら、3月15日に確定申告締め切りじゃないですか。やってない人に対してね、まさかの星からのおけつ叩かれてる感じ。まだの方はお急ぎくださいませ。確定申告は3月15日必着でございます、はい。ただやっぱり今天体が魚座っていうところにね、集中しているので、やっぱり魚座さんっていうのはかなりスピリチュアルな世界観を持っている星座なので、ちょっとふわふわしている方にとってはいい活なのではないでしょうか。もちろん確定申告じゃない方であってもね、楽しいねってふわふわしているだけじゃダメだよみたいな、そんなエネルギーを投げてきております。はい、以上になります。今回新月なので、頭の中でやっぱり夢を描いたビジョンがある方はね、ぜひコメントで文字化させて、第一歩、具現化の第一歩、自分の中の頭にあるだけだと、そのイメージってさ、テレビとかさ見ちゃうとさ忘れちゃうでしょ。なのでまずコメントとかでね、現実化、目に見える、私僕はこういう世界に行きたい、こんなことをしてみたいっていうね、その夢とか願望っていうものをまずコメントを文字化していただくことによって、皆さんのこの引き寄せ力、夢が叶う力っていうものをちょっと吸引させてくれる役目は持ってるんじゃないかという私は思っておりますので、ぜひコメントの方もどんどん書いてみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の星読みでお会いしましょう。バイバーイ。